わらわが尊敬してやまぬ大教祖様の神殿へお呼ばれする猫水妖怪。変な宗教ではありんせんゆえご安心を。ほどするんですか？36,800円。ああ、そこそこリーズナブルですね。そうで、でも一回こっきりなの、買い切りなの。あ、いいですね。でも iPhone 専用で、ナンバーワンって言われてるの、その動画編集。そう、それが欲しいなと思ってて。でもさ、気づいたらほら、私って別に YouTube にアップとかしないし、はい、撮るとしたらほら。うちの家族たちだけだから、はい、それが本当にいるのかと思って、はい、あと iPhone が綺麗だから今ね、あのカメラを売るか迷ってんだよね。あ、でお父さんにはほらカメラ全部売らしちゃったからさ、はい、でその売ったお金も全部使っちゃったの所望してるんですか？あの動画編集したい。だけど動画の何を編集したいって言われると困るの。でもあれをプロモーションバディオを撮ったらどうですか？ホームページに。ちょっといいかな。あのね、離れたいのよ。かけ離れたいのよ。なんか全部がそうですよね。そう。ほんだらじゃあファミリアしかないんじゃないですか。でしょ。で、動画の編集は何を使ってるのって聞こうと思う。教祖様。教祖様でございます。神々しい。よろしくお願いいたします。お願いします。向かいます。した。教祖様の神殿へ到着いたしました。嬉しい。教祖様の宅。教祖様の苗床。素晴らしい教祖様の。お邪魔いたします。お邪魔いたしんす。お邪魔いたしんす。ただいま。ただいま。お邪魔いたしんす。あ、すごい。わー、すごい。あ、すごい。ああ、久しぶりでありんす。ああ、嬉しい。ああ、嬉しい、お花様。ああ、鈴まで。ああ、嬉しい。ああ、嬉しい。ああ、嬉しい、嬉しい。ああ、嬉しい。ああ、嬉しい。こんにちは。あ、こんにちは。
お銀様、お銀様、こっちはね、こっちだよ、銀ちゃん、おのぼりさんはこっち。お銀様、あ、お銀様、あ、かわいい。あ、かわいい。ね、お花様。え、なんでおしっこ漏らすの？お銀様。あ、かわいい。ああ、嬉しい。お邪魔いたしんす、お邪魔いたしんす、お世話になりんす。あ、素敵。あ、素敵だリンス。いや素敵。秘密基地か。いいよね。はい。ここね、中にここが好きで買ったんだけど、今いっぱいだよ荷物は。あら、いいですか、ちょっとあのお宅訪問、渡辺淳のお宅訪問いいですか。お邪魔いたします。探検冒険でございます。あ、素敵。あら。すごい社会福祉学習。あ、これすごい、あのナズランド様が創作した。すごい。あ、ここは何の、あのお勉強部屋ですか。本読んだり。書斎でありんすね。あ、素敵、このおキリン様の。素敵。これ本当汚いんだよ。あ、素敵。
ちょっと座ってもよろしゅうございますか。ちょっとわらわをちょっとお取り遊ばせてもらっていいですか。あ、ありがとうありがとうございます。ありがとうございます。何そんな顔。二人とも、どういう落ち着いた。どういうことなりんすか。毎年ありがとうございます。ありがとうございます。一緒に手伝いとしてくれだから毎年あざんとしってそれもどういう状況ですか。これはすごく犬まみれになるでしょ。ありがとうございます。ああ神々しい神々しい2人とも素敵なお宅。すいません、ちょっといい食べてくださいな。ごめんなさいね。じゃあ降りるよ。はい、ごめんなさい。はい、失礼いたしんつ。はい、失礼いたしんつ。はい、ごめんなさいよ。どうぞ。ありがとうございます。本当はここをね、全部本とか飾ったりとかをしたかったんだけど、はい、あ、すてき、すてき、ウィンドウが、あ、すてきだ。失礼いたします。素敵なアプローチでございます。あ、授業中、本来は何部屋？ロフト。ここ開けていい？開けていい？あ、いいよ、ここバスターの部屋。あ、失礼いたします。よいしょ、失礼、バスターの部屋、失礼いたします。あ、にゃんこちゃんがいる。にゃんこちゃん、ご挨拶していいですか？もちろんもちろん。あのカーテンがお気に入りなの。あ、素敵。にゃんちゃん、あ、かわいい。にゃんこちゃん、何、あ、何ちゃんでしたっけ。シンバ。シンバちゃん、あ、シンバちゃん下に行っちゃった。あ、シンバちゃん、あのね、ワンちゃんが来たから。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、うん、はい、おいで、待ってね。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、出します。あ、すず、おすず様、はい、どうぞどうぞ、こちらでございます。めっちゃ汚いんだよ。めっちゃ汚いの、ここ寝室。寝室、主寝室。めっちゃ汚いの、本当にごめんね。素敵な、なんとかサイクル。あら、なんか、あ、素敵。ラズバンジ様と、あ、素敵。おしっこするかよ。あ、なんでおしっこすぐする。おすずさん、すずがおしっこした。ロフトに今ね、あの隠れちゃってるから、はい、あのね、もうちょっとしてから、はい、少ししたら、ありがとうございます。あれ、どこにやったの。あ、もう置いた、大丈夫、ちょろっとだった、うん。教祖様の聖なる方位がいっぱい。違うよ。もう素敵。こんな感じ。すごく狭いけどいいお家なのよ。父さんの荷物はほとんどない。父さんはあのショーケース2つだけちっちゃい。
ちゃんがあっちから入れるようになってて、あの扉がついてて窓もつけて囲っちゃったの。あ、すごい。水道つけて、 それは後付けなんですか。後付け、うん、あのベランダに追加料金みたいな感じになるんですか。50分でも全部やって、扉お母さんとかも行き来できる。じゃあ会社安心でありんすね。そうそう、ちげちゃんもこう仲良くしたいじゃない。はい、いやいや、もうほんと汚い。見て、こういうこと。でも、ここテレビがあるね。もう、ほんとに誠に、あの、はい、素晴らしい。いやいや。一軒家いいでしょ、うん、そんなに、あの、大きくない一軒家だったら、やはりすずはほら、降りれないから。もう十分でありんすよね。教祖様がわらわにくださるそうなんです。ありがたいことでございます。全てがなんか統一感のある。いやいやいや、天井が高くてすごくいいでしょ。はい、もうだってバラバラがジャンプしてももう全然届かないでありんですもんね。全然圧迫感が違うよね、うん。はい、すず様ありがとうございます。あ、そこに大きくテーブルがあったんだけど、あの円卓があったんだけど、あ、捨てちゃったの。すごい、全然汚いよ。あ、オリビアちゃん、ビームは2つある。素敵。から持って帰ってきたやつ。あ、そうなんですか。そう、借りてるだけだよ、取ってないよ。借りてるだけ。であれは地亜塩素。あ、すごい、地亜いいのじゃない、地亜いいのじゃない、もっと安いやつだけど、匂いがほら動物臭の味はきついと思うから、うん、きつかった。そんなことなかったでありんす。あーすごい、シンクが素敵でありんす。使い勝手が良さそうな。アイランドでね、私はここで酒飲みながらお父さんに手寝ようって言ってずっと言ってる。あー素敵でありんす。一軒家いいでしょ。はい、すごくいい。こっち置いといて、あ、こっち置いといてあげる。この後ね、あさっちゃうから。すごくいいだりんす。ここは、なんかお父さんが、ここ、見ていいですか。めっちゃ狭いよ。いいよ。外出れないと、鍵が出て。なんでつけたのかわかんないぐらい。あ、めっちゃ出たことない。もしかして強姦とかが入り込んできた時にここからそっと出るかな。あ、素敵だレース。高さがいいよね。はい、これ何のどういうライトなんですか。これうちがくれたやつ。本当はスポットライトだったのよ、あの照明の切り替えられる。はい、これ空気清浄機になってる。すごい、空気冷気らしいよ。へえ、あげようか。いいんですか。うん、フィルターもまだ4枚ぐらいあるよね。あるある、フィルターもで、ね、リモコンで明るさもね調光できる。ただ上を吊るせるかどうかなんだよね、このこういうのがつけられるか。あ、うちの家が、あ、つけられ、あ、シャンデリアもつけられるのであるからして。あ、じゃあ大丈夫だ。あげるよ。あとね、高生が来たら貸してもらって持って帰るといいよ。ありがとうございます。あ、わらわ、大丈夫ですか。あの、
ぬすっとイッチになってないですよね。大丈夫ですか。ぬすっとイッチは朝早くする。花ちゃんとかも出ちゃうから。あー素敵。あー花さんもありがとうございます。あー愛しい。でもまあこの隙間から入って大教祖様の神殿、居心地よすくて救いたい。次回へ続きんす。ご視聴ありがとうござりんす。またお越しになってくださいなんしね。チャンネル登録お願いいたします。